ここは飛騨エアパークです。今日は天気も快晴、残雪の北アルプスを目指して今からフライトします。素晴らしい映像が期待できそうです。フライトを目前にエプロンでは入念な点検が行われます。そして燃料も満タンにして、いざ出発 OK です。コックピットに座り4点式シートを出るとします、はい、マニュアル通りにメーターを見ながらフライト直前のチェックです。いよいよ北アルプスに向け、飛騨エアパーク発進です。1500m 付近まで上昇します。今回の飛行は槍ヶ岳から乗鞍岳一帯です。まず笠ヶ岳直下にある穴毛大岳を目指します。そして北穂高岳の滝谷を見て一路北上、槍ヶ岳で引き返し唐沢を経て奥穂高岳、そして乗鞍へと向かいます。目前に笠ヶ岳と穂高連峰の雄姿が迫ります。穴毛谷の奥にある穴毛大滝に向かいますが、谷が狭くなっていてこれ以上残念ながら接近できません。この辺りは雪崩の多発地帯です。たくさんの雪崩の跡があります。岐阜県側から見た北穂高岳です。滝谷からのアプローチは険しいロッククライミングのメッカとして知られています。槍ヶ岳から伸びる西釜尾根を越えて機体は一旦北に向かい、黒部川源流域の山々を見ながら U ターンして、再び尾根沿いを槍ヶ岳山頂を目指します。山頂付近には登山者が数人確認できました。東洋のマッターホルン、槍ヶ岳を堪能した後は進路を南に取り、穂高連峰を見ながら唐沢カールに向かいます。北穂高岳直下には北アルプス最大の難所大キレットが荒々しい岩肌を望ませています。
カールが見えてきました。ゴールデンウィーク中ともあってカラフルなテント村が印象的です。立立する3000メートル級の岩峰ロバの耳とジャンダルムをかすめ、機体は一路南に進みます。青空にくっきりと映る北アルプス核心部の山ランパーティーも手の届くところに見向きます。飛び込んでくるのは曲がりくねったカーブの鮮やかな乗鞍スカイラインです。まばゆいばかりの春の光に映し出された残雪の北アルプス空中散歩、80分間の至福のフライトを終え、飛騨エアパークに無事着陸しました。